ゲームとかアニメとかいろんな作品で主人公とそのライバルの敵役っているじゃないですか。ボケとツッコミっていうかな。ああいう関係って結局相手のことが分かってるし、相手がそうやってちゃんとこう自分のやったことに対して反応してくれるから、楽しいんですよね。やる理由があったりとかっていう。まあゲームとかみたいに殺し合いになっちゃったりするとあれですけど、まあ互いに好きなことで競い合えたらそれはそれで素晴らしいことだと思うんですけどね。はい、皆さんこんにちは、マスクです。今回はですね、結構前に予告してました、こちらですね、モビリティジョイントガンダムシリーズの、サザビーですね。こちらの方のパチ組動画の方をまたやっていこうかと思います。はい、箱の中身はこの通りですね、この通り箱の内側に定番の、組み立て図と中身ですね。はい、こちらの方早速いこうかと思います。まずはこちらですね、この頭パーツですね、こちらになります。はい、サザビーのこちら外殻ですね、こちらの方を、ね、こんな風に正面側がこんな風になってまして、中にこのイラ動画と同様、モノアイレーンを入れる形になってますので、そちらのパーツも出します。ちらですね、こちらの、このパーツですね。はい、この石ですね、こちらの方を、そしてこれをこの中に入れてやって、これをこう顔の中に残れば、あれですね、ギラ動画と違うと一時的に回すことがちょっと難しい構造かな、これだと。はい、まあサザビー小顔なんでね。そして特徴的なサザビーの角パーツですね。はい、こちらになります。はい、こちらがこれですね。はい、サザビーそうですね。はい、そしてこの最初のところですね、ここにメインカメラのサブカメラかなありますので、これのシールをこうやって取り付けてあげれば OK です。こんな感じで貼りづらいですね。
ちょっとね歪んじゃったりした時にはもう最悪ランダムマーカーとかね大丈夫ですね。こんな感じで飾りですね。はい、ちょっとだけガンダムマーカーで軽く押してね、やりすぎるとくどくなっちゃうんですけど、軽くねちょっとやったりとかで人間も質感が変わりますから、はみ出したらこうやってすぐいいことこういう時はちょっと仕掛けとこうかな。こんな感じでこう、はい、で、ゴムの完成です。で、こちらですね。じゃあ、胴体のですね、こちらをで今日のこちらですね。で、さっき付けてやる。で、こちら。フロントですね。これを取り付けて。はい、そして、こちらですね。さらに読んで。これを。ここで打ちになっているところが前ですね。で、はい、パチッと音がするまでこうやって貼ったんです。これだけだな、昔のまあ、メインギターの腕の袖で伸ばしてる、まあ、最近だったんですけど、まあ、あと最近聞いたけど馬娘みたいな感じですけど、そして次がこちらですね。はい、こちらの、骨格の膝から下ですね。ここのフレームが2つあって、で、こんな感じ。そして、こちらの、こちらを、よいしょ、で、そして、こうですね、C の1番、こちらを外します。そして、フロントに付けて
もう片っぽと同様に。そして、ね。これだとちょっと貧相ですけどね。こちらは、そしてこちらフロントスカートですね。こちらの方を、こちらをしてまずこちらのですね、こちらをそしてこの股関節のためのところに貼り付けて、ちょっと干渉しますので、うまく走り動かしてこうですね、こんな感じになります。はい、そしてですね、この四角いのがここが前ですね。はい、でそしてこちらに袖口のパーツですね。ここがこちらをこのここにつけていった。最初にこっちをつけた方が早かった、楽かな。はい、そしてこちらの、うん、こうしよう、こちらを開けてこれを取り付けて、でこちらをこう取り付けてあります。そしてこれを持ち身のところ、下のところにこうやってかぶせます。はい、ね、そして、こちらバックパックですね。これなんですけども、こちらはワンネルコントのパーツがあるので、こちらをした後は中のパンツですね。このパーツを入れてやります。こちらの生地になります。で、こちらに向きを間違えないってやつ。そしてうん。
ちらのボールジョイントにそれぞれパネルコンテナを取り付けてあげます。はい、こんな感じで、ファンネルコンテナ完成しましたので、バックパックの方に取ってあります。で、こちらを取って、そしてこちら、通常のリムショットのサラダのこちらの方を出せれば、ですね、そしてこちらに、順次シールを貼り付けていきます。こんな感じで、一応参考にできますので、まずは、こちらの、こちら、を、こちらね、ちょっとずれちゃってます。まず、これを置かないということで、交換。そして、基本的にはマーカーでこれだったらチェンジしてあげる方が楽かもしれないですね。シールはどうしても歪んじゃいますか。デタールとかはね、結構慣れてくると割りやりするんですけど、シールはね、なかなか。飛んでるところにシールだと特にこう引っかかっちゃったりすることがあるから、そしてかな。こんな感じですね。塗ってあげて、こちらを、そして、そして下半身はこれとか、あとはこちらの肩ですね。こちらの四角いスラスターのところに、
強すぎんだよな、個人的には。つけといていうのもなんですけど、こうなっちゃうのはあれだ。人はやっぱり何でもいいけど塗ってあげたり、あるいはつけないっていう選択肢もありですね。そしてこちらですね、こうこうして、こう貼り付けてあげて、こちらもで、こんな感じで、はい。そしてこれを取り付けてあげれば、はい、ビジョンとガンダムツー、ブーガンダムの形ですね。さらにこちらの方、無事完成しました。はい。で、次回ですね。まあちょっと顔だけ先にやっちゃったんであれなんですけども、まあ。アクションの進み入れと、前回ニューガンダムの方にも取り付けましたこちらのオプションウェポンセットですね。このロングレンジライフルと、シールド、ビームサーベル、アックス、この辺の方をちょっと取り付けてリビルドアップの方をやっていこうかと思います。はい、今回はここまでにしておきたいと思います。ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プラモデルは自由だ。ではまた別の動画で、アディオス。